ペップはブライトンで世界で一番ビルドアップうまいって言ってました。そう、これね、話したかったね。そう。記者会で、記者会見で言う監督の言葉なんて信じちゃいけないし、ブライトンのビルドアップが世界一だったらペップはその形やるんじゃないですか。戦略的に言って。で、ブライトンと同じようにセンターバックがしっかりコロイル使わないと、あの、整体してボール持てなかったり、スピード上げすぎたりするからビルドアップ引っかかるんですよ。ウェブスターだとめっちゃ引っかかるでしょ。 2センターバックが赤ブライトンだった中央寄ってて、サイドバックがそう高い人って結果、ここつながんなくてウィングも降りてこないと、ここからここまで遠すぎてつながらないし、つながるときには後ろ向きになるから。ってなると何起きるかっていうと、今のままの形でやっといてもらえれば、シティ対ブライトンになったとき、シティがはめれるんですよ、めっちゃ。ブライトンの形、これもうよくいいときはどっちかが降りてこう3バック化してたりとか、 この間も、あの、フェルトマンがいなくなった後に、ね、パスカル・グロスがちゃんと降りて、ここの線を、ここの線をこう繋げてるときにサッカーできるんですよ。で、ペップはこれよくやるんですよね。あの、昔アーセナルとやったときも、ジルー以外の選手を褒めて、ジルーでロングボールされた方が嫌なんだけど、その、ベンゲルがジルーの方を使わないでくれるようなこと言ってたんですよね。ペップは昔、あの、ポグバーうちに来ようとしてたけど、みたいな、そういう心理戦やって、 あのユナイテッドを怒らせてっていうか、ポグバを怒らせて、ハットトリックだとか2点取られたかみたいな試合もあって、そうそうそう、だから、あれでね、うわ、レオザが否定してるビルドアップ、ペップ褒めてんじゃんって言うけど、いや、そんなもう、あれを本当に褒めるようなね、いや、あの、質はいいよ、からあの嘘は言ってないですよ、ブライトンの選手の質はいいんですよ、この中央だけで、こうっちゃえば、もう、ここの選手たちのワンツー力。 当てて落としてみたいな、こういうフリックだったりとか、当てて落としての力すごいから、ブライトンのビルドアップ世界一技術的には世界一だよ、これで、ね、サイドなくても、こっからここだけのサッカーで崩すわけだから。なんだけど、じゃあそのサッカーに対抗策がないのかって言ったら、めちゃくちゃ楽なんですよ、これやってきてくれるがうが。ブライトンがやってるように、密集地帯にわざとパス通すメリットって何なんですかうまくいったら最短距離で崩せるじゃないですか。 とかうまくいったら、ここ、間通した後に、相手1回閉じるから、ウイングが高い位置に蹴れるとか、でもね、それによって失点しかけてるし、相手の前線のパワーだったり、スピードが低いと、引っかかった後の、ここ引っかかった後の切り替えでなんとかできるんだけど、ここの選手たちが強いと、もう引っかかったら、一発でこっから得点入れられるから。場合、同じ形で、後ろの選手たちのパスの質も低かったら、 バイルン戦みたいに、ウパメカの引っかかっちゃうみたいな現象がウェブスターとかで起きます。入りタウンか分かんないっすね、正直。ブライトのビルドアップ。で、同じ形やってる時、ペップシティもうまくいってないしね。ペップシティもちゃんと左アーケ下ろして、右のストーンズ中に入るような形になってからうまくいきだしたから。でもう、分かりきってんですよ。もうこの横があるから、相手は開いて、中が通るようになるから。横がないんだったら、相手は閉じて一番あの奪いやすいところで奪えばいいから。 デゼルビーは前のチームでもやってましたねだからブライトン就任した時はポッターの後にすぐやったから3バックだったからここつながんないってなくてめっちゃいいサッカーだったんですよ。で4バックでデゼルビーのビュードアップってサイドバックがもうなんか絞るから。でこれで相手がすげえ中央を閉じてくれてんだったらこの状況でサイドバックで相手の中盤を引きつけて相手の5バックも開いてなかったらこういうの一発でつながっていいんですけどこんな状況のチームなんてなかなかないでしょ。 日本代表でデゼルビをビルドアップしたらどうなりますかやってますね、今、ある意味。サイドバック中入ってるけどウィングが降りてこないから繋がんないっていうそう、だから偽偽サイドバックって言われてますけどね。